オリンピックに沸いたロンドンで毎年開かれる料理界のアカデミー賞、ワールド50ベストレストランツ。この晴れ舞台に3年連続で立った一人の日本料理人がいます。28 is Nihon Ryori Ruagi。 山本誠司42歳。圧倒的な技術、日本の伝統の技とイノベーションが生み出す究極の料理に今世界が注目しています。料理とは何ぞやの断りを図る。例えば夏の風物詩アユ、なんと淡水魚のアユを海水に泳がせているんです。エラのヒラヒラとか、まあ、水も飲むと思うのでお腹の中とかそういうところに一度海水が回るじゃないですか。中にも使用できるんですよ。今年山本さんは初の海外出店に挑みました。舞台はグルメが集う国際都市香港。日本料理っていうのは料理の世界において世界共通言語ではないんですよ。フランス料理とか中国料理っていうのは国籍に関係なくどんな人が食べても同じように美味しさが伝わる。日本人だけが日本料理っていいわよねっていうようなことだけを歌ってる場合ではないな。日本料理を世界の共通言語に、伝統と革新、トップシェフの挑戦が始まります。